新たな Ask Z ブラシへようこそ。今回はすでにポーズ付けをしたメッシュを T ポーズの状態に戻す方法はありますかという質問にお答えします。まず、いつものように Z ブラシを起動し、デモソルジャーのプロジェクトファイルを読み込みました。質問内容はすでにポーズを付けた状態のメッシュを一般的な初期ポーズである T ポーズに戻す有効な方法があるかということですが、この手段はポーズ付けを行う前にちょっとした準備が必要となります。 また、この手順は、Z ブラシ内の毛布ターゲティング機能を利用します。もし、デモソルジャーのように、元のモデルが T ポーズ、または A ポーズの状態を保持している場合には、一度、この状態で書き出しを行い、ポーズ付けのモデルにインポートで重ねてあげると、頂点数及び頂点番号が同じであれば、T ポーズに毛布されるようになります。まずはじめに、この T ポーズの状態のデモソルジャーのモデルの書き出しをします。ツールパレットのエクスポートから書き出しをします。 これで OBJ として保存をし、デモソルジャー T ポーズというフォルダー名を入力して確定します。では、デモソルジャーのポーズ付けをしましょう。ジオメトリパレット内を見てみると、このようにこのモデルにはサブディビジョンレベルがないことがわかります。コントロールキーを押して腕のマスキングをします。しっかりと前後の確認を行い、指先などに塗り残しがないことを確認しましょう。次に、コントロールキーを押しながらマスクが適用された箇所を左クリックすることでマスクのぼかしができます。ぼかしが加えられたら、 キャンバスの何もないところでコントロールキーを押しながら左クリックをしてマスクの効果の反転をします。回転ツールで肩から肘までのトランスポーズラインを引き腕の回転を行います。こちらは Gizm3D で回転しても全く問題はありません。これでデモソルジャーさんの腕が肘を基準に曲がった状態となりました。腕のポーズ付けが終わったので同じように体にもちょっとしたポーズ付けをしたいと思います。 トランスポーズラインを引いて終点の丸をつかみながらオルトキーを押して腰を曲げてみましょうトランスポーズアクションラインまたは Gizmo3D のままコントロールキーを押しながら左ドラッグを行うことで首以外のマスクを行いますこれで首の回転をすることでこのような簡単なポーズが出来上がりました例えばポーズ付けをしスカラフトをしデバイドを加えたとしましょう一度スカラフトを行いたいのでクレイビルドアップブラシに切り替えてみます B キーを押してブラシパレットを開き C と B の順番に押すことで、クレイビルドアップブラシを選択します。これで適当なディテールをモデルにスカルプトしましょう。このように Z ブラシでモデルを制作する際には、T ポーズから作り、ポーズ付けを行い、続きのスカルプトという順番になると思います。では、この状態から T ポーズに戻したいと思います。モデルにサブディビジョンレベルの下の層があり、先ほど書き出したメッシュと同じ頂点数であり、同じ頂点番号が割り振られている場合に限り、 再度インポートし直すことで、毛布ターゲットとして利用できます。t ポーズに戻す前に、現時点のメッシュの書き出しをしましょう。サブディビジョンレベルが1であることを確認し、ツールのエクスポートをクリックし、obj として書き出します。ファイル名は、デモソルジャークイックポーズというふうにしましょう。現時点のポーズの保存ができたら、早速 t ポーズに戻してみましょう。サブディビジョンレベルが1であることを確認し、t ポーズのメッシュと同じ頂点数、同じ頂点番号が割り当てられていることを前提として、 ツールインポートより動画の頭の方で保存をした t ポーズのメッシュを選択します。これで読み込んだ際に頂点と頂点番号がマッチするとモデルが t ポーズの状態に毛布します。画面のようにポーズをつけた状態から t ポーズに毛布したことがわかります。サブディビジョンレベルの欄を見てみると上の階層がそのまま存在しています。一度サブディビジョンレベルを4に戻してみると先ほどのスカルプトのディテールが残っており t ポーズの状態となっています。スカルプトで元のモデルから トトポロジジーーがががどどののの程程度度離れててしまままっっるるかかににより、り上位サブデディィビジョンレベルルル戻った際、スカテ残決す。この場合ですと、きれいにスカルフトのディテールが残っていることがわかります。適当にまたスカルフトを行って、先ほどのポーズをつけた状態に戻りたいとしましょう。先ほどポーズをつけた状態で書き出しをした時ときと同じサブディビジョンレベルに切り替え、ツール、インポートからデモソルジャークイックポーズのファイルを読み込みましょう。これでサブディビジョンレベルを4に戻してみると、ポーズがついた状態でスカルプトのディテールが保持されています。 また、この毛布ターゲットの手法は複数のポーズ感を行き来するのに使えます。例えば、動画外で作成したこちらの歩くようなポーズにも変更ができます。一度サブディビジョンレベルを1にし、インポートからウォーキングポーズのフォルダを読み込みます。これで歩いているポーズの状態となり、サブディビジョンレベルを4にすると、さらにスカルプトが行えます。このように T ポーズのモデルをポーズ付けし、スカルプトなどをした後に再度 T ポーズに戻すという方法です。もちろんこれを行うには条件があり、先ほども述べたように、 頂点数、頂点番号などのトポロジーを構成する要素が同じである必要があります。例えば、腕を切ったり、頭を切ったり、ダイナメッシュや Z リメッシャー、スカルフトリスプロ、Z モデラーなどを利用してしまうと、頂点番号や頂点数などのトポロジーを構成する要素が変わってしまうので、こちらのモ o ターゲットインポートの手法が利用できなくなります。また、この処理には、頂点番号が重要となってきます。例えば、サブディビジョンレベルを2にして、インポートから先ほどの T ポーズメッシュの読み込みをしてみます。すると、このようなポップアップのダイアログが表示されました。これは メッシュのトポロジーが変わってしまっていることを知らせています。頂点数と頂点番号がマッチしていないため、上の階層のメッシュの情報をこちらのメッシュに投影したいかどうかを確認しています。これで、はいを押すと T ポーズの状態には戻りましたが、先ほどスカルプとしたディテールなどが消えてしまっています。一度インポート前の状態に戻りましょう。なので、書き出しの際のメッシュと同じトポロジーであることを確認してから、インポートから読み込みを行います。 するとダイアログが表示されることなくポーズが変更され正常にスカルプトの情報が反映されましたもし Z ブラシのパイプラインや作業方法に関する質問がありましたら Twitter で「#askZ ブラシ」をご利用ください